今日はですね今年度から始まった事業で、まあ、ホームスタートというものをご紹介していただけるということなんですが、はいえー、このホームスタートというのはどののよううなな制度になるんでしょうかはいあのまあ、今、子育て中のママをサポートするという形であのご家庭に伺ったり公園とか買い物を同行を支援したりしてお母さんに寄り添うという。はい あの事業ですうんうん、うん、なるほど、えーと、もともとイギリスでスタートしたものになるんですかね。1970年代からイギリスで発祥で今、あの世界何カ国かで,国であの実施されていて日本にももうこれで14年ぐらいになりますがあ結構長い歴史があるんですね。 2009年に全部で13箇所から始まって現在だともう120ぐらいの地域でそうですね、えー、今、どんどん増えているので現在が120で止まっているかそれだけ需要があるというかう、ね、求められているということですね実際に家庭訪問をされるそうなんですけどもこの家庭訪問をする人はどんな方が、えー、されるんですかね。はい えとはい私から、えー、オーガナイザーというコーディネーターですね指導をしたりとか調整をしたりするものがおりまして、えー、またあの、直接お伺いするのは子育てを経験者であって37時間の研修を受けた方で、えー、ホームビジターというんですけどあのしっかり勉強された方がサポートに伺いますうんなるほどと一体どんな方どのような人が利用できるものになるんでしょうか。はい あのやはり行政があのいろいろしてくださるのは養子縁というか本当に困りごとがあってあのこんなお子さんがいらっしゃるこんな事案があるというご家庭に限るんですが私たちの場合は先輩ママが 話しに行くなんであの一日中子供としか話したことないので大人としゃべりたいわって言われる方だとか、うん、初めての子供で私どうやって遊んでいいかもわかんないというような方<ー>それからあのここ知らない地域なんで 遊びの広場行くにも私そんな勇気出ないわっていう時に一緒に行ってあげるとか何でもいいんです、本当に問題がなくてもあのちょっとそばにいてほしいって方が自分であの声を上げてくださればどなたにでも出かけます。 えー、しかもこれは利用料等はかからないんですよね、はい、無料になってっ無料で、えー、もう本当にあのまあしっかりと悩みがある方ももちろんまあちょっとこうただ漠然とした不安があるぐらいの方でも利用できるということですよね、うん、はい、はいえー。ありがとうございますやっぱりあのもう本当に問題を起こした 黒になる前のグレーの方の段階で私たちがなんとかとどまっていただけるように力が及べばいいなというのが活動です。うんうんうん、なるほど。えー、こちら、まあ、例えば利用したいなと今、この放送を聞いてね、一回、そういったホームビジターさんホームスタートを利用したいなという方はどのような申し込み方法とかがありますかね。 あの一応利用者用の,あのチラシというのを作っておりまして、はい、犬山市ですと保健センターですとかあの一般の方ですとあのフロイデにある郷土プラザなんかにもチラシ置かせていただいておりますのでそこの公式 LINE から入っていただくのが一番簡単に。あの 私ちょっと興味ありますとか、はい、あのちょっとお話聞かせてくださいの段階からお知らせいただければすぐにあのオーガナイザーという調整役がから連絡がいきますなるほどチラシに書いてある QR コードを読み取って公式 LINE からあの、はい、簡単に申し込みができるということですね。 えー、実際、その,あのチラシにこんな方ぜひご利用くださいみたいなね案内が書かれているんですけども、はい、まあもちろん子育て疲れだったりとか悩みがある方とかもそうですし、まあ、本当に誰かと一緒に外出したいとかね, 2>, ねえと2人目が誕生して上の子のとかねこういさまざまな子育て、えー、育児に関する問題点 に対してこう相談に乗れるということですねこの間はあの義理のお父さんお母さんが見えるのに、うん、いつも 子育て三人の子育てでアップアップで掃除も片付けもできてないから何とかしてほしいっていう方に<ー>あのビジターさんと一緒にあの子供が保育園行ってる間にお掃除をしたという事案もあります。ああはいなんか。本当に子育てとかにまつわるね総合的な不安とか悩みとか問題を一緒になって寄り添って解決してくれるっていうのがすごくいいですね。あのうちではまだないんですけど、はい ではあのもう子育て始まってから自分の趣味が何もできないのでパッチワークをしたいとか<ー>料理をい一緒に作りたいクッキーを作ったとかそういう事例もあるそうです。なるほど、まあ、本当にそのやっぱ ねえもうこれほどありがたい制、ね、度があるっていうのをまだまだ知らない方もいらっしゃるかもしれないですし、まあ、ただ、需要はやっぱりあるみたいでこう昨年は県下では4団体岡崎、豊橋、岩倉、竹豊。 でしたがまあ新たに西尾や新城そしてこの犬山が7番目ということでまたさらに今年は長くて来年、半田が決定してますが県下でもどんどん増えていっている今、愛知県が推奨しておりますので11団体まであと来年までに増やしたいというのが県の目標です素晴らしいですね。 本当にあのー、この NPO 法人子どもサポートクラブ東海さんがまあこう進めているということになるんですね、はいえー。ありがとうございます。まあ先ほどもちらっと出ましたが、他にはこうどういった方が、うん、あのこんな利用の方法をされたとかっていうのはありますかね。そうですね。あのー。 本当に話し相手が欲しいっていう方とかいらっしゃいますそれはあの仕事の不安だったりとか子育ての不安だったりとかうん、うん、お友達関係のことだったりとかあの本当にそばにいてあ,のあなたのことをあの認めるよってそうだねって言ってくれるあの人も欲しい。 っていう方もいらっしゃいますね。それからあの両親とも他県からいらっしゃって、あ,<ー>あの両親ともお勤めされてるので。普段のこう地域の子供の様子もわかんないし。子育ても初めてで、ね、何をどうしていいかもわかんなくても、うちょっと。自分で何が困ってるかも整理できてないようなお母さんもいらっしゃいました。ああ、なるほど。うん、まあ、本当にあのその土地に初めて来て、うん、そこで子育てをするっていうのは。 ねえ初めてだらけで不安でしょうがないですもんね、ねやっぱりこういった制度を利用することで、まあ、その地域ともこうコミュニケーションが取れるようになるし、まあ、子育てに関する不安も解消されるといったところで、ね、え本当に,、あのー、他にもこう発達に特性があって、えー、育てにくく悩みが多い方だったりとか。 ね、本当にあの地域での子育て状況に疎い方やっぱり地域によってこう制度が違ったりとか市が、ね、こう支援している対象が違ったりとかで実際、の前のところではこうだったけどこっちに引っ越してきて何も分からなくなっちゃったとかっていうのもあると思うし、まあ、近くで遊べる場所がどこかも分からないとかね,ねなんかにはこうやっぱ一緒に公園に行くとかもそうですね <laughs> あの一緒に行ったらそのお母さんは敷物もお手くも何も持っていらっしゃらなかった。えー やっぱり子育て初めての方はやっぱりそういうところからあの気づいていらっしゃらないのでまああの皆さん先輩ママというのが条件でビジターさんになっていらっしゃいますのでこういうの持っていくといいよとか今度これ持ってこうねみたいな話をされたみたいでそれはいけないという否定は使わないお母さんそれでいいんだけどこれもあるといいよねというような、は。い 後ろから支えるような前は進んで歩かないようにないほど、まあ、それ、だめだめとかじゃなくてもっとこうした方が こういうのもあるよっていうのをアドバイスするような形で寄り添ってくれるという、うんえー、そうなるとやっぱり次も利用しやすいというかねまた呼んだら怒られちゃうかしらみたいなことになってしまうとやっぱ次の利用っていうのがなくなっちゃうし周りにも紹介しづらくもなってしまうしっていうところで実際そうではなくて、まあ、こうアドバイス寄り添う形の実際この先輩お母さんママたちが。 えー、指導にあたってやっぱそういう、はい、そのアドバイスをするようなみたいなサポートだよっていうのを研修で学んだりもするんですか ボランティアで行っていただくのに37時間が必須研修で1個も外してはなれないという厳しい条件がありましてやっぱりあの心理の先生の方に5時間、慶長の実践やっていただいたりとかそれこそあの行政とか保健センターの方の方にも来ていただいて犬山市の状況を教えていただくとかお母さんに伝えられることを学んだりそんな研修を。 はい終えた方達ですへーなるほど実際これあのホームビジターさんも随時募集されてるっていう形にはなるんですか、はい、ですがこの37時間研修が必須になっておりますのでこれにまあ実際のところまあ講師の方選ぶと30万ぐらいのへ<ー>かかってしまうのでなかなか毎度。 あの講座をやるというわけにはいかないのでよその始末だと年に1回とか2年に1回募集をされてますじゃあそういうチャンスがあればそういったところに、ね、お声がけいただいてとていうところですかね。ななかなか もう本当に選ばれた精,精鋭たちが <laughs> <laughs> なられてるという形なんですねす、えー、正直僕もあの今回こういうねものをいただくまではそういう支援があるんだっていうのもねあのー、私自身が知らなかったのでねあのー、またそういった子育てに悩んでる奥様方がいらっしゃったらあの紹介したいとはい りありがとうございいまますぜひお願いします訪問型の子育て支援という、ねはいはい、ものになりますまあ国も今、家庭庁子ども家庭庁ができてあの家庭訪問型推奨しておりますので今、ホームスタートジャパンという本部の方も国といろんなことをあの相談してますので。 広がっていくかなと思っています。ということで本日は NPO 法人こどもサポートクラブ東海の理事長美和さんそして、えー、理事の浦さんにお越しいただきままししたた本日はあありりががととううごござざいいました。